とってもしびれるお知らせです。ウェーブレースのマリオ64が振動パック対応になってしびれる6800円。あーしびれた。ふるふるしてる。染み込む。美容液1本分の成分でお肌うるおう。肌にプルン。ダイフセラフェイスマスク。ヘサミツ。札幌一番醤油味を。お前はカップになる美味しさそのままそのまま。ほーらカップになった。札幌一番カップさ。新発売。男も一緒につけてほしい。エステートツインジュエリー銀座ジョアン薬中巻新宿本店新宿駅東口前。やめられない。ブルーブリー、ブルーレイボー。どうした？行かなくちゃいけないんですか？この家にはもう戻りませんから。父さん、ラジオ大体。犯罪者みたい。失楽園、明日夜10時放送。月曜10時は。日テレちゃんパワー。タウリン 2000mg が行く。愛情一本からさらに力強く。チオビタドリンク2000。何か言って好きだ。もっと言って好きだ。もっと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 好きだ。そして言葉は僕らを支配していった。鉄柵に打ち付けていきました。キックはかわしたと体を入れ替えた。ハンマーを下ろす。膝です。左の膝。モスマン得意のキックを生み出す左の膝。ハンマー落としていった。あーっと鉄柱。これは痛い。まさに痛い。マウラキア・モスマン得意のキックがこれで封じ込まれてしまうんでしょうか。モスマン、さあこの場外でのダメージがチャレンジャーどのくらい残っているか。チャンピオン今悠然とチャレンジャーのモスマンをリングの中央に戻していきました。足を取る。左の膝、先ほど鉄柵そして鉄柱でダメージを受けた左の膝。ダメージを重ねていきます。さあ、マウラケアモスマン試合時間5分あたりまではいい感じで攻めていたんですが劣勢に回っております。さあ鉄柱だ鉄柱だ鉄柱だ。あーと膝内側靭帯のあたり容赦ありません。チャンピオンの小川、若いチャレンジャー21歳のマウラケアモスマン大ピンチを迎えております。赤コーナー、いやニュートラルコーナーであります。4の字の形。あーっと全体重を小川吉田に90キロの全体重をかけましてマウラケアモスランのモスマンの左の膝にダメージを加えていきます。ここでブレイク。この辺りのダメージの加え方はやはりテクニシャン容赦ありません。チャンピオンであります。さあ場外戦が続きます。リングの中に戻していきましたチャンピオンであります。音パンチそしてエルボーで迎撃しようというモスマンですが、あーちょっと左の膝が自分の言うことを聞いてくれません。さああと膝を抱え込んだチャンピオンニークラッシャーかわしている。足を絡めていきました。そしてあくまでも左の膝であります。この小川義成がジュニアヘビー級タイトルを初めて獲得した年齢が29歳でありました。14回連続防衛を果たした口政信は33歳の時でした。そして菊池が32歳、桃田光雄は41歳で初めてこの世界ジュニアヘビー級の王座に手が届いております。
もしこのマグナケアモスマンがこの試合で小川を倒しますと、わずか21歳9ヶ月で最年少で世界タイトルを手にするということになります。うーん、しかしマグナケアモスマン、左の膝、言うことを聞きません。キックを打っていく、おっと足を引きずるような状態、エルボーを打っていく、上半身だけの攻撃になっている。もっと入った、おー、果敢にも痛めている左でキックを打っていきましたが、やはりダメージは大きいようです。一方のチャンピオンはやはり冷静です。5月の21日にロブ・バンナムを目指しまして初防衛に成功しております。17代のジュニアヘビー級王座です。さあ4の字固めの体勢、ロープまでは距離があるぞ。おーっと、モスマンの痛めた左の膝、ぐーっと90度に曲がっております。締めていきますチャンピオン。あーっと、これは十分な体勢、文句なしの形で4の字固め決まっております。さあロープまで、おーっと開いた、サードロープにマウラケアモスマンの手が届きました。西永修一レフェリー、ロープブレイクを指示します。試合時間10分を経過しました。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分の一本勝負、チャンピオン小川義成に対しまして世界ジュニアヘビー級タイトル初挑戦マウナケアモスマンが今厳しい試合展開を強いられております。青コーナー、コーナーパットに顔面を打ち付けていきましたチャンピオン。さあセカンドロープに、セカンドロープに左の膝を絡めていった、全体重を乗せていきますチャンピオンであります。初めてこの世界ジュニアヘビー級タイトルに手が届いたのがこの小川義成、一昨年の9月10日、あれから2年が経過しまして小川のテクニックますます磨きがかかってきたような感じであります。さあマウナケアモスマン、試合時間すでに10分を経過している。エルボーを打っていきました。試合時間 6分の1が経過しております。2位を、おっと開いた、巻き投げ、巻き投げ一戦であります。さあ、ああしかしモスマンの左足のダメージはいかほどか。キックを打っていくモスマンですが、おーっと、しかし先ほどに比べますと苦痛の表情がやや薄らいだ感じでありますマウラケアモスマン。モスマンの左の膝、どのくらいダメージが回復しているか。さあ動きが止まったチャンピオンの小川義成であります。ロープに打っていった、フェイスクラッシャー。さあ試合時間10分を経過したあたり、このマウナケアモスマン、徐々に自分の本来の姿、思い切ったファイティングを見せていくことができます。さあミサイルキック、いい角度、そして飛距離十分であります。カバーの体勢、カウントは2つ、ツーカウントであります。馬場さん、このモスマンがテクニシャンの小川に、はい、だから、いや、いいよ、俺は。カバーどうだ、カウントは2つ。さあ左の膝を痛めていたマウラケアモスマン、ボディスラム打っていきました。ちょっとしかし馬場さん、やはりこのモスマンの左の膝、ダメージ心配ですね。そうですけどね、そうでもないんじゃないですか、ここまで上、もう上がりは、はい、さあボディープレスだ、おっと、しかし小川の今のは膝でしょうか、モスマンのストマックのあたりに命中しております。さあしかしこれはお互いにダメージを受けているぞ。リングの中央では小川、そしてニュートラルコーナーではマウラケアモスマン、先にしかし立ち上がったのはモスマンだ。さあモスマン、ライオンかわした、おっと、エズラ、おっと、スパーンという乾いた音が後楽園ホールに響き渡りました。エンズイギリ十分な形で決まっております。さあこの一発で動きが止まってしまうんでしょうか。マウラケアモスマン、バックドロップであります。さあモスマン世界初挑戦、21歳、このバックドロップ地獄しのぐことができるか。さあおっと、カウントは2つ、2カウントで返しております。
第17代チャンピオン小川義成、対するはわずか21歳のチャレンジャー真浦ケアモスマンでありますが、さあしのぎどころだ、モスマンどうか、カウントは2カウント返しております。さあしかし真浦ケアモスマン完全に動きが止まってしまっております。やりたい放題でありますチャンピオンの小川、さあ抱えるか抱えるか、小川義成得意のバックドロップの体勢だ。おーっと左の膝、いやしかしやっぱバーさんかなりやはり左の膝自由が効きませんね。そうですね、今みたいに横から蹴られたらもうやっぱり答えますからね。さあ後ろのバックドロップ、ほーカウント2返しておりますモスマンです。あーこれはあーちょっと今3つ入ったんじゃないかというチャンピオンの抗議ですが、もちろん認められはしません。大きく肩で息をしておりますチャンピオンの小川であります。さあチャンピオンの小川、このモスマンのキックが怖いと、エンズ切り、トリッキーなキックを見せていきました。真浦ケアモスマンチャレンジャー21歳。さあエンズイギリ、ババさん今のエンズイギリかなりよく聞いてますね。この彼のエンズイもいいですしね、はい、小川もいいエンズイギリをするんですよ、これでお互いに一発ずつ今日エンズイギリを相手に与えたということになります。さあカバーだ、ガムシャラカバーはどうか、カウント2カウント2、夢の3カウントは入っておりません。あ今15分の試合時間経過しました。世界ジュニアヘビー級選手権試合チャンピオン小川に対しまして、マウナケアモスマン21歳初挑戦であります。この時間帯いい攻め、パープレスはボディープレスはかわした、そして痛めている左の膝、自爆でありますマウナケアモスマンです。やはりこの小川義成巧妙な技を仕掛けていきます。さあそして左の膝を固めたまま肩もついたぞ、アウト3、小川義成敗れました。マウナケアモスマンわずか21歳と9ヶ月で世界ジュニアヘビー級チャンピオンベルトをその腰に巻くことになりました。最年少の世界チャンピオン誕生の瞬間であります。大きな雄たけびを上げますマウナケアモスマン。しかし驚きました。あっさり海鮮浜塩か、んこってり名物醤油か。ねえ野球見てる？え、どっちも美味しい、ハッツァヌードル、あチェンジ、そうみたい、ブイヤベースもね。いつでもどこでもノートパソコンはエルディコ NEC。 ここはねやっぱりあの三沢川田小橋とちょっと違うところなんですね、彼はそれがあるから一つ上に行ったというところなんですよ。そうしますとこれから先この田植えにしてもましてや本田にしてもそのあたりの試合の組み立て方、こういったところにもこれからの課題があるということになりそうです。さあそして頭突き王本田多門であります34歳、本田から川田へのスイッチですから、本田多門、秋山、大森、この辺はねその本当に互角に行ってもいいと思うんですね、はい、どこが違うんですかね。本当に秋山が出ていくダッシュポンポンとやって後ろにパーンと投げるね、はい、そういうものがねこの本田多門にも必要なんですよね、まあ、そのラッシュ技のスピードもさることながら技の展開一気の集中の仕方、こういったところ全てに微妙な差ではあるんでしょうが、そうなんです、違いがあるということなんですね。微妙なんですよ。この本田、大森、それから秋山、いいライバルですが、この秋山がこのシリーズでは一つの注目です。現在青コーナーに控えております世界タッグチャンピオンチームウィリアムス・オブライトは札幌で三沢秋山の挑戦を受けます。
そしてその秋山は日本武道館で三沢の三冠タイトルに初めて挑戦いたします。このシリーズともすれば秋山には五冠王のチャンスも訪れるという非常に重要なシリーズになっています。こちらが現世界タッグチャンピオンのウィリアムス・オブライト。ラクロスがブレインバスターを見せました。大きくホンダの体が反転いたしました。ゲイリー・オブライトがホンダを抑えています。ウィリアムスにスイッチ、ロープに飛んで背中へダブルのハンマーを落としましたスティーブ・ウィリアムス。そして今度はニュートラルコーナーに振って自ら突進、これはキックで防いでいるが、パワースラム、片襟固めに固められました本田多門です。この8月15日を過ぎて34歳になりました本田、劣勢です。ニュートラルコーナーに振られてラクロスがホイップされてきた。まずはラリアット、そしてオブライト、最後はウィリアムスか。リフトアップしようというところ、188センチ、115キロ投げられました。場外に落とされます本田多門。この本田は前シリーズの最終日本武道館大会では川田と組んでラクロス高山組と対戦しました。関係者の間でも注目の高山の川田挑戦、その試合の中でなかなかいい働きをしていた本田です。青コーナーの下、いわば敵陣であります。本田多門が鉄柱に顔を打ちつけられます。ロングヘアが知事に乱れる本田多門です。リングの上に戻されました本田、カバーに入ります。カウントは2。そしてオブライト、ネブラスカの殺人風車の使い手、そして関節技、まずはダブルアームスンプレックス人間風車。先の世界タッグ戦でも非常に光っていましたゲイリー・オブライト、とにかく戦う姿勢が前面に現れるようになりましたゲイリー・オブライトです。これは力技だ。そうなんです、今みたいにね、はい、こうやってどうだどうだという川田やために声をかけるなんてことは今までなかったじゃん。そうですね、うん、これも今度は田上を挑発した、この辺りのこのふてぶてしさ、こういったところもどうに行ってまいりましたゲイリー・オブライト、はい、オブライトが どこが変わったってね、今まで何かやられるとね、すぐ下を向いてね、やられてしまう、はい、それが今もう下を全然向きませんからね、まあ、逆に今では少々のことをやられても逆に向かっていく、倍返しするようなそんな力強い選手になりました、はい、今も場外で鉄柵に田植えを振りましたゲイリー・オブライト。リングの上ではラクロスと本田多門です。かかと落としのカットだ。手ぶてしさでは1枚も2枚も上の川田俊明、無然とした表情でカットして平然とした表情で帰っていきました。ロープに振られたラクロス、ショルダータックルはラクロスの勝ち。大の字に伸びている本田多門です。マスクマンがラクロス、戦闘兵器空中殺法、それからターボドロップ変形のパワーボムを見せますラクロスです。非常に肩幅のあるビルドアップされた体です。ラクロス95年のチャンピオンカーニバルでこの全日本プロレス初来日を果たしました。96年の1月にはジ・イーグルと組んでアジアタッグにも挑戦したことがありますこのラクロスです。このトップの中でもウィリアムス、オブライトはあまり使いませんが、このラクロスは空中殺法を得意としています。素晴らしい体です。一挙手一投足で筋肉が盛り上がりますラクロス。さあトップの面々にシグナルを送りました。本田多門頭を打ちつけられました。ロープブレイク、ちょっとこの姿勢に回ったと昨日本田多門、この後の開始ですね、馬場さん踏ん張りどころですね。そうですね、どこで反撃のきっかけをつかむのか。今度はギロチンホイップ、
一旦主勢に回ると少しまだ脆さを感じさせますホンダです。ロス、ソウル、バルセロナ3つのオリンピックを体験しています、出場しています。ホンダタモン、まさにオリンピックの申し子。さらに首にダメージを与えられました。ゲイリー・オブライト、ウィリアムス、そしてラクロス、トライアングル・オブ・パワー、1000シリーズ結成されましたこの新興勢力の餌食となっているホンダタモンです。1990年、今から7年前、三沢がジャンボ鶴田越えを目指して超世代軍を結成しました。それから3年後、川田が超世代軍を飛び出して田植えと正規軍を結成、三石落とし。そしてこの夏、小橋が三沢の元を飛び出してゲットを結成、さらにウィリアムスがトップを結成しました。今まさに大きな大きな勢力再編、地殻変動がこの全日本プロレスマットに巻き起こっています。さあ田植えが拳を握りました。のど輪落としのシグナルか。15分経過、ラリアットハイキック、オブライトにも突っかけた体当たりです。ティーブ・ウィリアムス、新たな勢力が乱立する中、この全日本プロレスのマットには他団体からもこのシリーズ多くの選手が出場しています。バトラーズから池田、 FMW から早草、道の木から新崎、そして元 UWF インターから中野も参戦しています。随分と賑やかになりました全日本プロレスマット。バックを取られた、足を取る、そしてアキレス腱がダメだ。関節技で読みます。田植え、田植えにしては珍しいですね。いやこういうことはね、やればね、あの3冠にチャンスがあるんですよね。はい、全シリーズは三沢の前に3冠タイトルなりませんでした。田植え、田植えからオブライトを預かり受けました川田です。この川田はスーパーパワーシリーズで3冠戦三沢に敗れました。この夏は自らの欲求不満を十二分に貯めております。川田、さあフロントのスープレックスだ。川田投げられました。そしてラクロスが青コーナーのトップ、ダイビングショルダー、さらにガリアット、リングの中央でカバーの体勢。アントワツ、ラクロスのこのラリアットとかね、はい、ジョニー・エースのラリアットとか、本当にもう本当形だけなんですよね。ちょっと当たりが浅い、力強さに欠けますね。ダメなところなんですね。カバーの体勢に入りました。ホンダがカット、このあたりその技の習熟度、それから正確性、力強さに若干欠けておりますラクロス。あーっとキック、パーンという音がしました。そして十分な間合いからラリアットです。こういう風にやっぱりバシャーンと叩かれればね、はい、威力はあるんですけども、ホンダタモンが近畿弱役頭突きから入ってきた。そしてランニングネックブリーカードロップ、カバーの体勢、あとは2。さあホンダも頭突きからランニングネックブリーカードロップを見せました。そして今度はボディースラム、リングの中央、ニュートラルコーナーを目指して、なんだろうの一番上に乗っかったところで、おっとウィリアムスが出てきた。しかしちょっとこれはニュートラルコーナーの上捕まっています。下からの攻撃、ラクロスセカンドロープに足をかけたブレインバスター、脳天砕き、カウンター2、頭突きとランニングネックブリーカードロップが出ましたが、その後本田とも技が続きません。リングの中央倒れています。川田が来ました。オブライトのタックル、ウィリアムスの助立ち、ラクロスが振ってくる、ダイビングボディープレス。さあどうか、カウントは川田が入ってきた。川田のカット間に合いました。しかしちょっと本田タモンのダメージが大きい。
これはこのままホンダが捕まると正規軍ピンチであります。さあラクロスが持ち上げたところでタウンが入ってきます。ノノは落とし、かろうじてカバーの体勢に入りましたが、今度はウィリアムズのカット。しかし本田多門も歯を食いしばってはおりますが、ちょっと疲労困憊か、バックに回ったジャーマンスープレックスホールド固めました。さあどうか、バツ。タウエとウィリアムズが激しくやり合っています。オブライトが入ってきた、本田の背後から迫ります。本田は頭突き、川田、こめかみ、顔面蹴り、そして本田多門がバックを取った。ラクロスを投げるか、本田持ち上がりません。足を低くした、ここで持ち上げた、ジャーマンスープレックス。さあ満を持して盤石の体勢でカバー、カウントし勝ったのは正規軍。トップトライアングルオブパワー後楽園ホール大会、正規軍の軍門に下りました。輝いているあなたが大好きです。エンショップ竹藤。約束を守るのは俺の信条だ。約束を守った数だけ人は大きくなれる。約束という名の会社、プロミス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。